つの日、新見南吉。私が子供だった時分、私の家は山のふもとの小さな村にありました。私の家では提灯やろうそくを売っておりました。ある晩のこと、一人の牛飼いが私の家で提灯とろうそくを買いました。坊や、すまないがろうそくに火を灯してくれ、と牛飼いが私に言いました。私はまだマッチを吸ったことがありませんでした。そこでおっかなびっくり、マッチの棒の端の方を持って吸りました。すると棒の先に青い火が灯りました。私はその火をろうそくに移してやりました。いや、ありがとう、と言って牛飼いは火の灯った提灯を牛の横腹のところに吊るして行ってしまいました。私は一人になってから考えました。私の灯してやった火はどこまで行くだろう。あの牛飼いは山の向こうの人だから、あの火も山を越えて行くだろう。山の中であの牛飼いは別の村に行くもう一人の旅人に行き合うかもしれない。するとその旅人は、すみませんがその火をちょっと貸してください、と言って牛飼いの火を借りて自分の提灯に移すだろう。そしてこの旅人はよっぴて山道を歩いて行くだろう。するとこの旅人は太鼓や鐘を持った大勢の人々に会うかもしれない。その人たちは、私たちの村の一人の子供が狐に化かされて村に帰ってきません、それで私たちは探しているのです、すみませんがちょっと提灯の火を貸してください、と言って旅人から火を借り、みんなの提灯につけるだろう。長い提灯や丸い提灯につけるだろう。そしてこの人たちは鐘や太鼓を鳴らして山や谷を探してゆくだろう。私は今でもあの時私が牛飼いの提灯に灯してやった火が次から次へ移されてどこかに灯っているのではないかと思います。